お願いします古川敏晴君。大臣はして、ね、先週金曜日の, <laughs> あの木曜日ですね、田島麻衣子議員の,です、ね、あの変異株に対する質問で、答弁で宮城県などは 484K が圧倒的に優勢であり、東京は 484K 48が5割ぐらいで、501Y が2割ぐらいとおっしゃっている。これあの私から見ると 意味不明なんですよ。何言ってるのか。で、ちょっとこのえっと資料一をご覧いただきたいんですが、いや言ってる言ってると,と確認しましでですね、あの、えー、この一一番見ていただきたいんです。けど G01Y とそれから 4844K はこれ上の三つが今世界で問題になっている進行変異株ですね。 で両方これ、あるのがかなり多いわけですね、南アフリカとブラジルは両方ある、それからフィリピンも両方あるんですね、これ、はまあ下の2つは日本で特異的に出てるんですけれども、これ、今ですね、ちょっとお伺いしたいのは、例えばその。 484K があの東京で5割っていうのは、R1 が今、5割なのか、あるいはその今、b 1 1すみません、501Y が大阪で多いとか、東京で置きっ,ってるっていうのは、この B117 のことなのか、英国型のことを言ってるのか、その辺について、どういうような今、解析を厚労省はやってるのかね、あるいはどういう状況なのか、これ、整理してちょっと答えてください。林健康局長 あの貴重な機会ですので、あの丁寧にご説明したいいと思います <laughs> あのま,まず、N501 と呼ばれる変異がある変異株ですけれど、あのま、従来からあの感染がしやすい可能性があるということが指摘されており、あの先生がお配りになられたあのこの表の通りなんですけどあの、英国、それから南アフリカ、ブラジル、フィリピン、 そういった国から報告されてていいる変変異異株はこの変異を有していますそれから E484K と呼ばれている変異がある変異株ですけれど従来よりも免疫やワクチンの効果を低下させる可能性があるということが指摘されていまして南アフリカ、ブラジルフィリピンから報告されている変異株はこの変異を有していると考えられています。 であの変異株スクリーニング検査を実施した検体について、まあ、結果が陰性であったものも含めて、原則として国立感染症研究所等でゲノム解析を行って、変異株の種類などを調査をしていますで。こうして明らかになった変異株に関する情報に基づき、4月7日のアドバイザリーボードにおいては、国立感染症研究所よりゲノムサーベイランスによる 都道府県別別の系統別検出状況が報告されていますこれちなみにもうホームページにもアップされてますのであの見ようと思ったら見ることができますご指摘の4月13日の大臣の答弁ですがこの,あの時の報告に基づいて宮城県では3月は N501Y の変異はないが E484K の変異がある変異いわゆる R1 変異株 R1 系統ですね、これが90%以上を占めていたと、それから東京都では、3月は N501Y の変異はないが、e、E484 k の変異がある変異株、繰り返しですが R1 系統ですね、これが50%で、それから N501Y の変異を有する、あの英国から報告された変異株 B、B の117系統と呼んでますけれど、 これは20%程度を占めていたということをあのおっしゃられたと思いますわかりました、ただですねあの、十分気をつけていただきたいのは、英国で伝播性が高い、あるいは重症あの、病原性が高いと言われているのは、N の501から入ってるんじゃないですからね、あれは、ここに書いてありますけれども、69番と70番のアミノ酸が欠けていること。 をこれをと思ってて英国株を、ね、置きえてるんですよですから、それは日本の解析方法とは全然違うんで、中には一致しない、効率に一致してますけど、そこはずれてますから、それから N の 484K が下げるとは言われてますけれども。 それは、えー、501のほかに417の変異ですとか、その他の変異も、これあのいわゆるその受容体結合ドメインのところだけではなくてあの、T 末端ドメインと、そちらも全部加わさったと上で、すごく下がるんですね、あのえー、ウイルスからの、いまじワクチンの効果が下がっていくということになりますんで、あのやっぱりそれはですね、どの系統かということをはっきり言って、1つの あのアミノ酸の時間だけで言うのは、これ、非常に誤解を招くんで、ですね今後は正確に言うようにしてください。それからあのもう一つえ、次いきますけどもあの <laughs>、えーまあ、今、感染状況が厳しい都道府県の知事は、あのまあ、知事はですねあの、まあ、県境を越えて移動するなと、こういうふうに言っておりまして、それをあの国もですね一緒に言ってくれっていうふうに、まあ、お願いしている状況であります。 私、申し上げたいのはで、ウイルスが圏を超えた途端にね、性質が変わるとか、ウイルスって研究が全く関係ないですから、でいうとです、ね、これ、非常にその誤解はあ、あの科学的じゃないんですね。それで、例えば東京の業務、考えていただきたいんですけれども、この東京にいるって、来るなっての分かるんですね、密になるから。だけど、出てくるのは自由じゃないですか。だって出てったら、そこが人がいなくなるんだから、よっぽど感染対策が楽なんですよ、大阪も同じです。だから 東京にいるハイリスクの人は、田舎に行ってもらって、なるべく人と接しないように行ってもらうと、だってあの生活物資買いに行っても、東京にいるときよりも全然背景感染率が違いますから、ずっと安,定な安全なわけですよ、だから、であのこれ、シミュレーション、ちょっと 2, 2を見ていただきたいんですが、あのこれ、移動制限すると、ここに書いてあるんですけどね。 え封鎖された都市部での感染拡大を促進するという結果ですね、これ、シミュレーションを、あの日本の状況に応じてシミュレーションをやった結果なんですね、要するに、移動制限すると都市部ではやっぱり増えちゃうんですよ、それだけ、だって密になりますから、そこは。だからそれはですねぜひそんなバカなことが起こらないように、こうあの国としては、ですね県境移動したら移動するなとか言わないでいただきたい、これちょっとお約束していただきたいんですけどいかがでしょうか。林健康局長 <laughs> あのえー、都道府県間の,あの移動については、4月の14日のアドバイザリーボードにおいて、人の移動に伴う変異株の他地域への流,入ごめんなさい流出をできるだけ防ぐためにも、不要不急の移動を避けることが必要というふうに指摘を受けています。 委員ご指摘のようにあの一、一般に都市部では密になる環境が発生しやすいものでありますがあ、人流の増加に伴う感染拡大を防止するためにも、今般、まん延防止等重点措置が適用される地域では、あま、都道府県間の移動にかかわらず、不要不急の外出の自粛や、混雑している場所や時間を避けて行動していただくことをお願いしております。 あのね、それを移動だけだって、車で移動してたら全然問題ないでしょ、だからそれはやっぱり、あのそれぞれ今、個人が、なるべく人と接触しないというのは大事なんですよ、それはやっぱり今、オールジャパンでやれなんて、お水会長も言ってますからね。 これはね日本の平面というのを肥を使って、逆に言うと、今、しのいでおけばワクチン、これから展開できますから、これ、1か月、2か月ってすごい重要なんですよ。できるだけですねその今までと同じ、頭使わないと言ってるだけじゃなくて、ちゃんと科学的にやっていただきたいというふうに、ぜひお願いいたします。それからあの次なんですけれども、資料3をご覧ください。 えここですね、資料3にもしくは示してあるのは、これ、ワクチン打ってもね、感染してる人でも、あるいはワクチン打った人でも、今後、感染する人は出てくるんですね。で、その危機感染者、再感染ですとか、ワクチン打った人の感染、その時重要なのは、その人たちが重症化するかどうか、それと、その人たちがほかの人にうつすかどうかなんですよ。 これ、すすごく大事ですでこれちょっと上の,あの実は論文から抜いてるんですけれども、これはどういうのかっていうとあの、抗体陽性だった人と抗体陰性だった人が、その後感染した場合ですね、これあの資料さんの上の図です、抗体陽性だった人と抗体陰性だった人が、その後感染した場合の PCR での。 いわゆる CT 値、サイクル力値ですね、サイクルスレスフォードを調べてるんですね。そうすると、抗体陽性だった人の方が高い、要するにウイルス量が低いんですよ、その場合はね。そういうことを言ってます。これ、感染者ですね、抗体陽性か陰性かで割っておきますから。下は、これ、ファイザーの今の日本で打ってるコミナティですね、コミナティ打った後に、まに、コミナティの免疫っていうのは、 あの大体12日目からできるって第三相試験で言われてます、1から11日目、まだ免疫状態ができていないときに感染した人、その CT 値と、2から11これ、パーシャルですからまだ、部分的にできてきてるというですね、免疫が、その2か12から37日目に感染した人の。 感染後のその時の CT 値を比べてみると、やっぱりあのまあファイザーの効果、ワクチンの効果があった方が CT 値が高い、要するにウイルス量が低いんですね。で、ああ CT 値が高いってことは、中には大きいと、ですねもうそれは RNA が壊れているだけで、そこにあるだけだと、だからもう感染も起こさないし、実際あの生のウイルスは出てこない、要するに感染性がないってことを意味しているというふうに言われています。けども あのーえー、これですね、えー、ウイルスの培養の結果を見たものです、CT1 とウイルスの,あの培養の結果を見たもので、これあの、えー、青は、これはあの、えー、かあの培養ができなかった、要するに陽性なんだけど生の生きたウイルスいなかったんですね、PCR 陽性になったんだけど生のウイルスいなかったんですね、で赤は、えー、PCR 陽性でやっぱり生のウイルスいた、生のウイルスがいるっていうことは人にうつすんですよ、これ。でとにかくどこまでだったかっていうと、28.4以下だったんですね。 これですねあの実を言うと、あのー、このこらい分かってくるとね、いくつ以上の CT 値以上だったら、それは人にうつさないってことが分かってくると、今、偶然その PCR 陽性だったって言っても、ですね今、例えば大阪の病院にいっぱい抱えてるのあの人たち、隔離する必要がなくなるんですよ、みんな出てくけるんですね、そこう,う通りでとい。とか、ワクチンの打った後陽性になっても、それほっときゃいいよと、この CT 値だったら、再感染もそうです。ここれれ、ね、すごくこれからの ことに影響するんですよでそれできるのはどこかって言うと感染研なんですなんでかって言うとあの感染した人の濃厚接触者を追ってますからそうすると濃厚接触者を調べればそれに感染してるかどうかこれを CT 値と紐づけてわかるんですよでね感染研は、ね、散々ね大学の検査のやり方ダメだっていつもねこう上から見せんで言ってるんですよねそれで感染研のはちゃんとしてるとだから <laughs> 感染系のシステムでやれば、CT 値は全部、おそらく一律に出てくるはずなんです、今までの感染系のおっしゃることを聞いてるとね、そうすると、いくつだったら大丈夫ですということを出していただけると、今後のやっぱりね、コロナのえまあどうやったらか感染者をえまああのマネージしていくかってことかで、非常に重要なんですね、これね、ぜひ、前からお願いしててほ、ほとんどの,あの,あのアドバリスゾーズドルに入ってる方々も同じ認識なんです、これ、大してほしと。 これぜひね、大臣、お願いしたいんですね、いかかがですか田村厚生労働大臣。あの今、国立感染症研究所の話がありましたけれども、富、まあ、山の衛生研究室とのこのです、ねまあ、分析でありますけれども、まあ、CT 値と二次感染源との関わりについて、まあ、明らかな関連性認められないというような報告があります。っていうののはその、まあ 今言われた一度感染された方がどうかということをまあ抜いて CT 値だけで見るとですね当然 CT 値等々がまあ非常に高いというのはあのまあウイルス量自体がですねその時点では少ない。 しかし、それが潜伏期間中ですと、その後増えてくる可能性がありますからか、らその時点では感染力がもしかしたらないのかもわかりませんけれども、その後上がってくる可能性があるというのと、あと主義等々で、ですねえまあこれ、要するに世道管理ちゃんとやれてないと、ですねまあそういうようなことも、実はもっとウイルス量があるのに、そういうような数値しか出なかったと、そういう数値が出たということもありえますので、これだけをもってして、確実性というわけではいかないだろう。ただ これ、はのアドバイザーリーボードでも以前あった議論なんですけども、どなたの先生とは申し訳ませんが、あの入院された方がです、ね、例えば検査を再度やったときに、つまりもうウイルス量がないだろうというときに、CT 値が高いという話ならば、それは今言われたように、まあ、28.4かどうかは分かりませんが、 あのもう退院してもいいんではないかという基準としては、それはそうですよね、1回上がってから下がっていくわけですから、使えるのではないかというご議論もあったんですが、その時もですね、あの他の専門家からちょっといろいろとまだ確定的な数字ではないのでという異論もあって、ですね結果的にはまあそういうことを研究してほしいという話のままで、ですね今まだあの完全な結論が出るまでには至っていないということでありますが、あの先般、えー ちょっと感染ごめんなさいアドバイザリーボードの役割も、今まで以上にいろんな、その時その時の問題、イシューがありますから、そういうものもしっかりとこれから分析していくようにというようなお声もありましたので、まあ、再度、今、委員からあった問題意識、これはアドバイザリーボードにお伝えをさせていただきたいというふうに思いますか川敏晴君。どうぞよろしししくお願いいたたまますありがとうございました もう。藤井